さらに次回大会11月3日初代フェザー級王座決定トーナメント、21世紀の若き暴君神戸翔太を大特集。スーパーフェザー級世界最強決定トーナメント準決勝第1試合、1回戦スペインの虎ハビエル・エルナンデスの戦意を喪失させ世界一へ大きく前進した日本代表タイガ、対するは1回戦で3月に敗れた相手ヨハネス・ウルフに完勝の現スーパーフェザー級王者浦部博隆。試合前日の会見で2人は、まあ、チャンピオン負けたらベルト返上してほしいですね。まあ僕は優勝しか考えてないんで、まあ、その先どうなるかちょっとわからないですけど、まあ、こいつは優勝できないと思ってますね。僕はこいつは優勝できないですよ、はい、現王者博隆の意地か日本代表タイガの勢いか、優勝を大きく左右する一戦。浦部博隆のセコンドには今手前側タケルがつきます。今ほとんど目を合わせることもなくスッと背中を向けて自陣青コーナーに戻りました。さあいよいよ準決勝第1試合が始まります。放送席には雅人さん、関根勤さん、そして中村匠さんをお迎えしています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。関根さん、いよいよ準決勝ですね。これ初対決ですよ。そうですね。うわ、いきなり来た博隆です。大きくです。さあ、マサトさん、どう見てますか、はい、この2人。いやー、どういう、いや、すごい楽しみなんですよね、どういう試合をするかなと。前詰めてきます。1回戦はサウスポーで構えていた浦部博隆ですが、今度は、うわー、左に伸ばしてくるタイガ。1回戦、タイガはエルナンデスを下しています。エルナンデスにもう参ったをさせました。一方の浦部博隆は、うわー、来た。うわ、すごい。中村さん、すごいですね。そうですね。あと、博隆選手、垣根選手、速攻もついてますけど、まあ、これもタイガー選手が勝ち上がってるんだったら、ある程度、ね、見越して つけた部分もあるんじゃないですかね。普段、あまりこう、速攻もついてる印象ないんで。ですね。はい。ということは、いることによってタイガーが、まあ、また実際戦ってるっていう部分で、いろんなこうアドバイスとか、そういうところは、垣根選手からできると思うんで。ですね。はい、関根さん、タイガー気になりますよね。いや、でも小谷選手サウスポーじゃなかったでしたっけ。そうですね。じゃあサウスポーに対しての苦手意識はないでしょうね、きっと。多分ないでしょうね。子供の頃からサウスポーとやってるわけですよ、ね、そうだ。なるほど。ハイキック、今入りました。いやー、今広高選手気合入ってますね。先一冊右打っていく。いや、ちょっとこれ目離せませんね。目離せないですね。コーナー追い込んでいく。タイガー55キロで戦っていたタイガでした。しかしその55キロトーナメントの決勝でタケルに敗れ、まあ、それが転機になって一つ階級を上げてきました。60キロ、身も心も筋金入りの60キロとなった赤いグローブタイガです。そして青いグローブは現この階級60キロスーパーフェザーのチャンピオン浦部博隆。ローキックが出てくる。もっと、はい、スピードでタイガ選手が圧倒するかと思ったんですけど、そうでもないですね。リフケーだ、右のフックが捉えた。いや、関根さん、右質問です。いや、今早くて分からなかったんですけども、ね、ダメージはないですけどね、ポイントにはなりますよね。いやでも広高選手、サウスポーの方が得意なんじゃないかな、これ。そうですか、戦いやすそうですか。なんかミドル入ってますしね。ミドル、なんかうわー、飛び込んでくる。うわー、すげえ、これヒヤヒヤしますね。すごいですね。ミドルキック、右フックだ、もう一つ追っていく、追っていく、怒涛チップ、怒涛のアタック。速いですね。トラタキ55キロのスピードそのままに、60キロでの戦い、左ストレート、もう一つ。いや、パンチに膝合わせてるけど、あれちょっと危ないですね。右フック、テック捉えた。今ダウンではないか。うわすごい、一つのパンチで体が泳ぐ。うわすごい、速い、速いですね。驚きのスピード。ラウンド2。
さあ第2ラウンドが始まります。1ラウンドは赤いグローブのタイガが飛び込んで右のフックで1つダウンを取っています。まあその時廣田君は何かしようとして一瞬飛んだ瞬間かもしれません。左だ、すごい、あ飛び込んで速いぞ、もらってるもらってる、でも倒れない、当たってました、うわすごい、カポエラか、全速的なキックを見せます。ちょっと関根さんすごいレベルに来てますね。レベルはすごいですね。ただ廣田選手はね、追い込まれてから強いですよ。何度も見てますね、はい、すごい精神力ですからね。前回のハビエル・エミナンデス戦もそうでした。弟のベルトを奪った時もそうでした。近いぞ、しかしこの飛び込みが、踏み込みが早い。スウェーを軽く柔らかい上半身で外しておいて飛び込んだ。でもまさかさん、くしくもこの両者っていうのは兄弟慶応選手なんですね。そうですね、兄弟が本当子供の頃からやってるんですよね。タイガのセコンドには兄ヒロヤがついています。そしてこのヒロタのセコンドに弟が突っ込んできた。いた、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 右も捉えた、左のストレート追っていく、仕留めるか、タイガ膝、この飛び膝はヒロタの得意技でもあるんです。カットだ、出血が激しくなってきた。中村さんどうですか。いや、タイガ選手乗ってきましたね。2フック返した、ヒロタがちょっとスピードが、あと飛び込みですね、あの左ストレート打つ時の。一旦距離を外します。距離詰めていく、現チャンピオンが青いグローブの浦部宏隆です。すごい、あちょっとまだバランス崩れてますか。まだダメージありますね。ありますね。左が伸ばした、あ蹴ってる、軽いパンチでもちょっと効いてるんじゃないですか。ちょっとこの辺りバランスよくない、ハイキックガードはしていますが前蹴り。今セコンド左下からはオレンジのメガホンで指示を飛ばすのはタイガの兄ヒロヤ。ヒロヤもまだ成し得ていないトーナメントの頂点、トーナメント制覇、世界最強、そこまであと2つ、それは疑いそうです。現王者に対してタイガガードを下げる、右フックすごい飛び込み、引いた、これも近い距離、右ボディ、対して右ボディ、右、いや、廣田選手も意地ですよね、はい、同じパンチで返す、待ってる、あなるほど、うわすごい、飛び膝、うわ第2ラウンド終了、なんという戦いだ。決勝戦があるのにこの後、すごいな、皆さんもう潰し合いですね。いやまあ、ここからの底力じゃないですか、廣田選手試されるのが。そうですよね、逆転何回もやってますからね。うわすごい、もうリング中央前に行こう行こうとエンジンぶんぶん吹かしています。青いグローブの現チャンピオン廣田、王者となっての初戦、そして2戦目なんと連敗です。ヨハネス・ウルフに、そして今準決勝のもう一つのブロックで結果勝ち上がってきたデバオにも敗れています。連敗で挑んだこのトーナメント1回戦、ウルフを下しています。ローキック、これね、廣田選手も左のジャブ出したいんですよね。左のジャブが当たるとまた違うんですよ、展開が。飛び込んで膝、これも全部見ているようです。ローキック、まさかさんおっしゃったように、この海外のスピードにだんだん目が慣れていくか。となると長期戦、強いのが廣田か。まだ自分のステップ、リズムで高く右が速いですね。飛び込みにちょっと対応できません。ハイキックもある。ローに対してポイントが先に届く。ワンツー。前に。タイガロー顔を見たままローキック。次はなんだ。どこだ。下から狙ってる。あのジャブ、あのジャブを出せるといいんですよ。そう。また右のカウンターで合わせてきます。ロー。インロー。右フック。ただ廣田選手はもっといかないとダウン取られてますからね。そうですね。1ラウンド右フックでダウンを喫しています。チャンピオン、現チャンピオンです。逆境に立たされる現チャンピオン、スーパーフェザー級チャンピオン、ここで自分がチャンピオンであることを見ている人に認めてもらう大会と思っている、そう話したのが青いグローブ浦部宏隆。追い込まれてガラスの底から這い上がってくるチャンピオンにして、右フック打ってこいとタイガー。関根さんすごい、
早いですよね右。ちょっと高橋さんある程度来させてカウンター通としてる感じじゃないですかね。ここはもう余裕もある。チャンピオンが追い込まれている。ヒロコールか、ヒロコールだ。飛び膝ニフック、ロックに打っていきます。右のフック、広高選手は前出ないとダメですね、倒すしかないですね。倒さないと一ラウンドにダウンロックしてます。広高ニフックだ。タイガ2度目の史上最高のこれ来た。レイこれね、タイガ選手これ運動をカットしないと、はい、次が右フック、クロスします。左ミドルキック、浦部広隆、王者として迎えたヨハネスウルフ、4月のパブロ手番連敗、そして挑んだこのトーナメント、しかしパンチをもらっている。強打銀行には勝ったけど王者としての使命が果たせていない現実、打撃点はあるか。浦部が立ち上がったのは日本代表タイガ、日本最強とスーパーフェザー級世界王者の激突。タイガ選手がやっぱりね、仕上がりの良さというか、動きのキレがトータルこう感じられた試合でしたね。広高選手の、ね、意地も見れたんですけど、はい、笑ってますね今タイガ。ファンの方をお知らせいたします。ジャッジ友竹30対27、赤タイガ3ポイント差し引きます。ジャッジ芹沢30対27、赤タイガ。ジャッジ永瀬30対26、赤タイガ。判定3対0をもちまして、勝者赤コーナータイガ。日本代表タイガが現世界王者浦部宏隆をも食らって決勝進出1人目です。決勝戦進出となります。さあまさか1人は30対26をつけてます。そうですね、もうあのスピードで圧倒しましたね。倒れなかったです。気持ちで倒れなかったですね。聞いてたので。とりあえず次勝ちたいです。きそう。動き悪かったね俺。最後。焦っちゃったね。今夜に負けてるしかないわ。この番組は M1 スポーツメディアとご覧のスポンサーの提供でお送りします。11月3日 K1 初代フェザー級王座決定トーナメント2階級制覇なるか。カリスマタケル新階級 57.5キロ世界最強がワンデートーナメントで決まる。タケルの宿敵小沢海人も出場決定。チケット好評発売中。やっぱり目は大事ですよね。動体視力の良さが勝負を決めますから。筋肉とか体調と同じように目のケアも大事だと思う。格闘技も視力も諦めたくないです。宮原眼科は K1 を応援しています。スーパーフェザー級世界最強決定トーナメント準決勝第2試合、1回戦、2年前敵地フランスで敗れたカリム・ベノーイを完封した前スーパーフェザー級王者浦部晃也対1回戦で敗れたものの小宮山康介が負傷しドクターストップで敗者復活のパウロ・テバウ。決勝で待つタイガの前に立つのはラウンド1。ほい、いきなりしかしローキック出してきた浦部晃也。お互いにサウスポーの構えです。距離が近いぞ。ミドルキックボディさせてくるテバウ。ミドルキック前蹴り、関節蹴りきます。長い足。中村さん、はい、この相性っていうのはどんな風に見てますか。そうですね、まあでも荒野選手もこう外国人選手いろんなタイプと戦ってきたんで、まあ、急遽こういう手番に変わったとしても、まあ、頭の中でねこういろいろこう攻略法だったり、
どうすれば、1回戦見てここでダメージあるとかでしっかり分析ある程度も分かってると思うんで、そこをどう使おう。左伸びましたね、左ストレート手番見えてないですね。そうですか、和田さん1回戦も良かったですよね、左ストレートベノイ戦。そうですね、手番サウスポー慣れをしてないのかな。なるほど、自分はサウスポーに、ローがいいですね、ボディだ。あと高野選手もボディーボディーから崩そうとしてるんじゃないですか。あの左がどんどん当たっていくんで、どんどん打っていったらいいですよ、反応しきれてないですね。イーグルジャブの後、その後左これです。関根さん、そして、アミも広坂がこの手番に敗れた戦いもよく見てるはずですからね。だからもうね、悔しい思いあると思いますよ、はい、だから研究したんじゃないですか。大丈夫ね。そうか、サウスポーだから余計に強いですね。膝、やっぱりインタビューで言ってましたもんね、チャンピオンというその枠が外れて伸び伸びできるようになったし、はい、これ関根さん、兄が残っている決勝にじゃないから逆になんかある意味モチベーション上がってるかもしれませんね。そうですね。いや、また兄貴の敵討ちしたいんじゃないですか。でしょうね。あとやっぱ本人のリベンジもありますからね。そうですよね。ったらこれもう中野さん全部先制してますね。そうですね、なんかすごくこう力強くなった感じですね、高野選手。膝、これも強烈ボディ、あ、嫌がってるボディ、効いてる効いてる、右フック、あ、これ完全にコーナーに捕まった、手番逃さない。小谷選手の右がよく出るじゃないですか、はい、右のジャブが、あれで完全に試合を制してるんですよね。数も多いですね、ジャブ、しっかりフックはガード、ボディ、残り10秒、ミドルもらうとすぐ右を引っ掛けていきます。リードのジャブ、これですね、常に出続けています。ワンツー、左、ちょっと消えちゃう、うわー、クロスに来ましたね。ちょっと手番力なくなってきましたもんね、攻撃に。ラウンド2、はい、さあ決勝戦では日本代表トーナメントを制したタイガが待っています。そのタイガに日本代表トーナメント決勝で敗れたのが初代王者の高野。いい右、すごい手数、左ストレート、もう飲み込んでます、すごい、膝だ、滑らか、もう全く無理に力が入っていません、柔らかく戦っています。あっと、ローブをかまわず来るボディアッパー、リードのジャブが出てくる、沈んだ、石沈んだ、膝、もう一つ肩を変える手間、キーボーで来るか、ジャンプを奪った、すごい、裏目荒野が攻撃を払っている、もうやだ、表情も変わらず今モニターを見たまま今じっくり観察していました。こうや左ストレート袋ダウンで KO、 負けとなってしまう、手番沈めた、決勝進出、浦部こうや、さあ決勝のカードは因縁の日本代表決定トーナメントの決勝のカード、再びタイガ VS 浦部こうや。いや、こうや選手の KO 勝ちした試合ありますけど、パンチでこう倒すってあんまなかったんじゃないですか今まで。確かに今までパンチが力強さはそんな感じなかったんですけど、今日力強いですね。いや、関根さん、KO で、いや、ちょっと鬼のように強かったですね。そうですね、あのタフな手番をね、まさか精神的にもすごくいいですね。精神的に楽しんでましたね。集中しきっています、浦部光也、そしてたまらないですね、ご覧の大河対浦部光也、いや、たまんないな。さあ、優勝は間違いなく日本人、大河か浦部光也か。本当にね、パンチも強くなってしまったよ、リベンジだね。大丈夫だ、俺が強いから、大丈夫、全然問題ない。この後、11月3日初代フェザー級王座決定トーナメント、21世紀の若き暴君神戸翔太が登場。2016年のクライマックス、11月3日 K-1 ワールドグランプリ、日本スーパーウェルター級最強の男木戸康弘対北欧最強の伊達男サニー・ダルベック、注目の一戦、久保優太対牧平啓太、
早田康臣、この旗揚げ記念日に電撃復活。チケット好評発売中。 K1 クラッシュモバイルがリニューアル。会員だけのどこよりも早いチケット先行予約や、他では手に入らない豪華プレゼントをご用意。選手と触れ合える会員限定イベントを開催。臨場感あふれる速報などをいち早くお届け。今すぐ K1 クラッシュモバイルで検索。11月3日初代フェザー級王座決定トーナメント1回戦第3試合は、日中テクニシャン同士の好カード。失うもの全部全て失ったと思うんで、今回は上り詰めるだけですね。21世紀の若き暴君、神戸翔太23歳。そして中学卒業後単身オランダに渡り格闘技を学んだ。卓越したテクニックはフェザー級随一。しかしその実力とは裏腹に、いまだ日の目を浴びていない。なかなか俺の格闘技人生表舞台にやっぱりあの二人に邪魔されて立ってないっていうところもある。遡ること2年半前、初めて掴み取ったタイトルマッチでスター街道を爆進する王者タケルの前に敗北を喫した。さらに2年越しで掴んだタイトルマッチでは、同い年で勢いに乗る小沢海人と対戦し、またしても敗北。タイトルマッチ2連敗。それでも負けてやっぱ失ったのは、やっぱりもう格闘技しかやっぱなかったので、燃え尽きるまでやっぱ本当挑戦したいなと思います。勝ち上がった先にやっぱ2人にリベンジして頂点になっていれば、それが一番だと思います。そんな神戸に対するは、中国格闘技界の星ユン・チー20歳。今年6月に K-1 初参戦。日本屈指の実力者小宮山浩介からダウンを奪い、鮮烈な K-1 デビューを果たした。その強さの秘密とは。然后就去了少林寺，然后练习了传统套路。中国功夫，历史悠久。我希望有一天像我们中国的一龙方便，我希望在晋级赛的时候以 KO 的方式赢得比赛。まあ日本の K-1 のリングそんな甘くないよって。いうところを中国人に見せてやりたいですね。11月3日初代フェザー級王座決定トーナメント。はい、ポーズ。